レイチェル・リーン・セリーナ・フットは、イギリスの弁護士、バッシュ。ニューマーケット歴史的建造物保護活動団体の創設者であり、主催者、オックスフォードシャー生まれ。ケンブリッジ大学で経済学と法律を学び、卒業後に資格を取り、ロンドンで法廷弁護士となる。1979年から後に、夫となるジョン・ゴスデン長教師と共に、 カリフォルニア州に移住し10年間暮らす。ゴスデンとは1982年に結婚した。なお、アメリカでも国際弁護士として弁護士活動を続けている。1988年に夫と共にイギリスに戻り、1990年にはシュとなった。2001年からシュ協会の一員になり、2004年には評議会メンバーに選ばれた。 2011年6月23日からは会長に就任した。その他にもレーシングエンタープライズ社やホースメングループの理事となっており、イギリスの競馬改革に取り組んでいる。国立競馬博物館の受託者、ジョン・ゴスデン・レーシング・ LLP のパートナーでもある。また、2008年にアパート建築計画により、ニューマーケットのベリーロードで、 木々が伐採され景観が破壊されたことを契機にニューマーケット歴史的建造物保護活動団体を結成した。その後、第19代ダービー協がニューマーケット調教センター近くにあるハッチフィールド牧場を新築住宅1200軒に変える計画について交通量の増大を懸念した反対運動に関わる。2011年5月6日には保守党から 地方選挙に立候補し、ホレストヒース地区とニューマーケット庁において議員となった。最終的にダービー協による計画を中止させることに成功している。所有馬は夫のジョンゴスデンに預けている。マグノリアレーシング LLC と共有ロビンゲッフィンと共有。ありがとうございます。